はい、どうも、ポルコでーす。はい、今回も、チェーンダトゥギャダーやっていこうと思います。はい、これね、どういうゲームかって言ったらですね、3D のアスレチック空間をどんどん上に登っていって頂上を目指すシンプルで単純明快なゲームとなっております。ツインドトゥギャザーというゲームタイトルですが、一人でやっていきます。はい、まずトゥギャザーというタイトルかというと、これ、もともと複数人で遊ぶことを想定されてるゲームとなってましてですね、複数人で遊ぶと各プレイヤー同士がですね、鎖で繋がり合って、お互いの行動の自由が制限されてというかですね、時には落ちかけた味方をこう鎖で引っ張り上げて救うなんてこともしながら、そうやって上に登っていくっていうことが想定されているゲームになっております。はい。ですが、私4人でプレイしてですね、一度頂上を見ておりますので、一人でラバモードという難しいモードをですね、やっていきたいと思います。何が難しいかというと、下から溶岩が迫ってきて、それに飲まれた瞬間にゲームオーバーになるというのが難しい点でございます。はい。ゲームオーバーになったらこの動画は即終了となります。ということでね、今日もやっていくんですけど、なあ、僕は、なんでこういう喋り方なのかっていうとですね、まあこれはですね、ちょっと話せば長くなるんですけど、まあこの動画、まあこのね、チェインのトゥギャザークリアするまで結構長いんで、話せば長くなることを話していきます。まあだから、なんでああいう始まり方をしたかっていうことですよね、今日の動画は。まあ先日ですね、マリオテニスって皆さんご存知ですか？マリオテニス、まあ結構有名なゲームタイトルですので、知ってる方もまあ多いんではないかと思われるんですけれども、まあ、私そのマリオテニスがですね、非常に大好きでですね、まあ特に最新作はニンテンドースイッチで出ているマリオテニスエースというものになるんですけれども、まあそちらのですね、大会に出たりとか、大会っちゅうものがね、結構定期的に開かれたりするんですけど、まあそれにずっともう出れるものに関しては出続けていたりするんですけど、まあ、先日それのダブルス大会っていうのがありました。まあ、テニスなんでね、シングルスとダブルスがあるわけなんですけれども、まあ、私はシングルスをね、主にやっているんですよ。ダブルスに関しては、まあ、あんまりやってなくて、まあ、要はあんま強くないですね。シングルスはね、まあまあ強いんですね。まあまあ強いんです。もうまあまあ強いって自分で言っても、まあ、特に差し支えないだろうっていうぐらい、まあまあ強いんですね。はい。まあそうなんですけど、ダブルスに関しては、まあなんか、そんなね、セオリーとかも結構分かってない部分が多くてですね、微妙な感じなんですね。でもまあ、たまにはダブルス大会も出てみようと、まあちょっとお誘いいただいたので、それも同じ、結構シングルスをね、主にやっている方からお誘いいただいたので、じゃあお誘いいただいたならありがたいことやし、出ますかと。まあ出てみたんですけれども、やっぱりダブルスを専門にやってる方にはちょっとなかなかうまくいかずですね、予選リーグ敗退となってしまったんですね。まあ、予選リーグ勝ち上がったら決勝いけますよっていう形式だったんですけど、予選リーグ敗退と。で、同じ大会にですね、同じように、シングルスを普段やっている人たちで組まれたペアもあったんですけど、まあ、そこもね、同じようにですね、ま、さすがにダブルス専門の方にはちょっと勝てず、予選リーグ敗退となって、大会終わるまで、ちょっとまあ、暇というか、やることなくなったみたいな。ま、そんな感じになっていたので、まあ、一緒にですね、あ、何これ、どこ行った、ちょっと待って。スタックした。ニアリストセーフロケーション。これは近くの一番安全な場所に移動できます。どこここ。なんか、ワープしません？ワープした気がするけど、まあいいか。はい。で、さっきの話の続きなんですけど、そう、そう。で、まあ、もう大会終わるまで待ってる間にベラベラ喋ってる中ですね、まあ、マリオテニス仲間の人から、お前のチェインドトゥギャザー動画はあれは何なんだと。プレミア公開っていうのをね、これしてますよね。プレミア公開っていうのをしてて、今プレミア公開で見てくださっている方もいると思うんですけど、あ、そういう人たちはね、はい、どうも、こんばんは。今日もね、この、夜8時。集まっていただいてありがとうございます。なんですけども。まあ、こういう感じでですね、プレミア公開って形で公開させていただいております。で、プレミア公開はですね、動画が始まる前に、あと何分で始まりますみたいな、あと何秒で始まりますよ、みたいな、カウントダウンが
最初流れるんですね。うん、あれはプレミア公開の、まあ、なんか演出の演出となっていてですね、まあ、絶対に流れるんですけど、あのカウントダウンがめっちゃ壮大でですね、さあこれからすごい映像をお見せしますよみたいな雰囲気を醸し出してるくせに、なんやあの始まり方と、はいどうもポルックですみたいな、気が抜けると、なんやお前、あのカウントダウンに見合ったような始まり方をしろって言われたので、冒頭ああいうちょっと感じで始めてみましたということですよね。非常に見合っていたと思います。で、あとまあ同時にその方に言われたんですけど、なんかもっとあのカラオケで曲をなんか入れてない時に流れる映像みたいな始まり方をしろみたいな風に言われたんですよね。うん、まあ、カラオケで曲入れてなかったらですね、あのまあアーティストの方がですね、宣伝するみたいな、なんかまあ CD の宣伝とかかな、曲の宣伝とかツアーの宣伝とかしてる時もあんのかな、あんま僕ちゃんと見たことないんですけど、まあダムチャンネルをご覧の皆様どうも こんにちはみたいな、誰々ですみたいな、そういうのが流れると思うんですけど、あれみたいにしてくれと、あの映像はその人曰く、なんか引き込まれるから好きなんだみたいな。あれを見るために、俺はカラオケに行っていると言っても過言ではない。って言ってたんですね。めっちゃ変わってますよね。普通歌うために行くのに、カラオケって。ダムチャンネルをご覧の皆様を見るために、カラオケ行ってるらしいんですよ、その人は。うん。本当にダムチャンネルをご覧の皆様ですよね、それは。そういう変わった人もいるみたいなんですけど、まあ、あれみたいに喋ってくれと。はい、言われたんですね。僕はそんなにあの映像に引き込まれると思ったことはないんですけども、まあ、なんか、うん、まあ、あのね、おい、まあ、曲入ってへんやないか。はい、曲入れないの、継承だと思ってあれは見てたんですけど、曲を入れなさいアラームだと思って僕は見てたんですけど、うん、なんかあれが好きな人もいるっていうことで。でね、まあ、でも、まあ、ただ、あのダムチャンネルをご覧の皆様、こんにちは、どうも、誰々です、みたいな。あのフォーマットに、じゃあ当てはめて、まあ一応挨拶をするとしたらですね、ポルックチャンネルをご覧の皆様、どうも、こんにちは、ポルックです、になってしまうわけですよ。そらそうやろってなりません？だって、ポルックチャンネルなんですからね。ポルックチャンネルをご覧の皆様、どうも、ポルックですね。そらそうやろってなりません？変になってしまうんですよね。うん。でも、結構有名な YouTuber の方で、なんかその状態になってる人っていうのを僕は昔からなんかずっと気になってる人がいてですね、それが。セイキンさんってご存知ですか？まあ、ちょっと知らないって言われたらちょっとびっくりするんですけど、知っといた方がいいですよと思うんですけど、それぐらいは、一応。まあヒカキンさんはご存知ですよね。もうヒカキンさんも知らないってなったらもう、どうやって生きてるんですかって感じなんですけど、まあ、そのヒカキンさんのお兄さんですね、セイキンさんっていうのは、まあ、兄弟で YouTuber としてやってはるんですけども、うん、もうセイキンさんの動画の始まり方ですね、もう本当の第一声はなんて言ってたかな、どうもこんにちはみたいな感じかな、まあ、そんなん言った後にですね、どうもこんにちは、セイキン TV のセイキンですって言うんですよね。そらそうやろって毎回思うんですよね。うん。そら、セイキン TV なんやから、セイキンやろって思うんですけど。まあ、でも、まあ、トップ YouTuber の方がそういう挨拶でずっとやってるってことは、ポルックチャンネルをご覧の皆様、どうもポルックです。でもいいのかもしれないけど。うん。なんか、有名ネーム！なんか違和感がすごいんですよね。うん。だから、ダムチャンネルのようには僕はちょっと慣れないんですけど、まあ、そもそもダムチャンネルのようになりたいかってあると微妙ですね。うん。
だってあれは面白いって思って見てる人なんて少数派だと思うんでね。うん。で、まあ、セイキングさんで言えばですね、なんか僕が今動画撮ってる時期では、セイキング死亡説っていうのが、インターネット上に流れていますね、なんかね。結構ツイッターのトレンドみたいな、なってるみたいなんですけど、非常に不謹慎ですよね。なんでそうなってるかっていうと、まあ、セイキングさんっていうと毒を盛られた聖菌っていうのが一時期なんか流行りましたよね。なんか飯かなんか食い物食った時に美味しいっていうリアクションなんだけど、まあ美味しすぎて息が詰まるみたいなリアクションをするんですけど、それがもう毒盛られてるように見えると、まあ、そういう風に見たらもうそうにしか見えへんみたいな、それでおもろいみたいなで一時期バズってましたけど、まあ、ついに毒が効いてきたのかっていう話なんですけど、いやじゃあ違います、じゃなくてだから不謹慎なんですよ、そんなこと言ってたらね。なんか一応そういう死亡説が囁かれてる理由としては、セイキングさんがですね、最後に投稿した動画が、まあ、もう40度超えの高熱、風邪が治りませんみたいな。そういう動画、そういうサムネイルとタイトルの動画を最後にですね、なんか2週間ぐらいかな、まあ結構長期間、動画が投稿されてないっていうので、死亡説が支えられてるんですね。あと、ヒカキンさんがですね、なんか、ヒカキンさんも、なんか同じぐらいの期間動画上げてなくてですね。で、先日、この数週間、自分の人生を見つめ直す期間にしていました、みたいな。X でポストしたりとか、あと YouTube、ヒカキン TV にもそういう、なんか動画を上げたりしてですね。で、8月1日に、なんか、僕の人生に関わる大切な発表があります、みたいな。そういう発表をされたんですよね。うん。なんか、だからその、意味深な、神妙な感じ。意味深で神妙な感じなんですけど、そんなんをヒカキンさんが発信したことによって、より聖菌死亡説がこう高まっているっていう、ことらしいですね。はい。まあでも、ちょっと、さすがになんか、みたいな。確かにその40度の高熱の動画を最後に更新止まってて、しかも何も発信してないみたいなんですよ、セイキンさんがね。うん。ツイッターとかでも何も言ってないみたいな。それ何なんと思ってちょっと気になって、ツイッターのトレンドをいろいろ追ってたんですけど、どうやらセイキンさんは、まあおそらく無事だろうと。まあ、思われます。っていうのも、その40度の高熱っていうタイトルとサムネの動画、まあ、公開されてるものの、その最後の部分です。その動画の最後で、復活しましたーっていう動画らしいです。はい。なので、まあ、その40度高熱は、まあ、出たかもしれませんけども、復活しましたっていう動画みたいなんで、本当にそれがずっと治らずに、お亡くなりにはなってないだろうと。はい。だからなんかそれを見て、すごい、まあ良かったなと。ハッピーなど、ただ熱でうなされてるだけの動画って確かに出さんよなって気はしますよね。復活しましたって言ってくれないと不安にさせますもんね。さすがに、さすがにいくらなんでも、やっぱり何年もトップ YouTuber やってる人がさ、そんな終わり方の動画、まあ出さんやろとも確かに思いましたけども、はい。怖いですもんね。うん。まあ良かったですね。それはそれで。まあでも、その、体調不良をネタに金を稼ぐっていうのはなかなか、なかなか変わった職業ですね、YouTuber。まあ動画が更新できない理由の説明に体調不良なんでとか言うんだったらしょうがないかなっていう感じはしますけども。うん。
まあ、ツイッターとかに高熱が出たって、体温計の写真を、なんか30何度何分みたいな、あげるみたいな、ありますよね。あれ、非常に私は苦手なんですよね。でも、僕も一回、なんか、あげたいと思いかけたことがあってですね。それはなんでかっていうと、もう、自分の人生の中で見たことない高熱が出たんですよ。まあ、ちょっと40いかんかったんですけど、まあ、39度8分ぐらいかな。もうちょいで40やないか、みたいな。どうせなら40いってくれ、みたいな。そう思ってたんですけど、そんな39度8分微妙やな。40いけよ、みたいな。思ってたんですけど、そんぐらい、なんかもう、そんぐらい熱高かったらちょっと物珍しくて、ちょっと一瞬あげようかな、みたいな、思考にはなったんですけど、いや、まあでもな、みたいな。ちょっとその体調不良アピールみたいな、ちょっと普段から苦手やなと思っているのに、そんな体温計の写真あげんの、ちょっと、さすがに2枚舌やなと思ったんで、まあ、あげるのはやめたんですけど、まあ、と言いつつ、例えば50度とかいったらさすがにあげるわ。うん、50度とかいったらさすがにあげる。もう人間50度とか出んのかな。まあ、そんなに出たらさすがにほんまに出たら本当にやばい状態かもしれないけど、出ることあんのか知らんけどね。まあ、そんな現実的にありえるのかもちょっとわかんないんですけど、うん、はい。まあ、そういう話です。体温計、いくら高熱が出ても、あと、体温計と、あと薬の写真とかね、あげる方はおられますけれども、私は非常にそれは苦手ですと、ここで宣言しておきます。やめてください。まあまあまあ、でも体調不良の時ってね、なんか心細くなりますからね、そういうの、なんか、したくなる気持ちも、わからんではないんですけど、うん、こんなにしんどい私は、私はって勝手に私って一人称が女性になってしまっていますけども、うん、まあでもなんかそういう写真あげるのって女性のイメージが色濃いんで、私の中では、ま、ね、めっちゃしんどい時ってちょっとなんか心細くなりますからね。なんかそのそれを誰かに伝えたいっていうのはあるのかもしれないけど、まあまあまあ、ただの熱とかやったら、まあ大体治るんでね、うん、すごい重い病気とかやったらちょっと全然話は変わってくるんですけど、僕が39度8分とかそういうの出たのって完全にコロナの時ですね。はい、コロナ2回ぐらいかかったことあんのかな、1回かな、その何回コロナにかかったかも忘れたんですけど、ワクチンは 0.5 回しか打ってません。はい、 0.5 回って何なんみたいな思う方もいるかもしれませんが、ワクチン初回の接種ってなんか2回注射を打たないと1回にならないみたいなことらしいんですよ、どうやら。どうやら今更、もうマジで今更な話かもしれませんが、はい、あ、クレーンがちょっと遠いですね。今回は皆さんではご唱和ください。クレーン早く来てほしいな。はい、ということで大盛り上がりでありがとうございます。まあね、ちょっと変えてみました。いつもとちょっと変えてみました。うん、いつもはもうちょっと別の言葉を言うようにしてるんですけど、クレーンが早く来てくれって思うときは、危な危なしくったかと思った。危ねえ、怖え、もうマジミスりたくないよ。てかもう頂上行きたいからね、マジで。こんな序盤でミスってる場合じゃないんですよ。うん、何の話やったっけ。クレーンのせいで何の話したかが飛んじゃった。コロナの話か。つまらんからいいか、コロナの話なんか。病気の話なんかね、盛り上がんないですよね。まあ今時コロナにかかったなんて別に珍しくもないしですね。うん、
さ、危ないな。危ない危ない。危ない。危がない。危がない。危っていう虫いますよね。あ、危。虫、基本的に嫌いなんですけど、虫基本的に嫌いなんですけどね、あんまり、飛ばない虫、家に飛ばない虫がいる分には、もうあんま気にならないんですよね、なんか。いちいちそいつを、わー気持ち悪いとか言って、処理するのがもうめんどくさいみたいな。うん、まあ、害虫やったら別に、まあゴキブリ飛ぶか。ゴキブリとかやったら嫌ですけど、まあでかいとか。あまりにもでかくて目につくとか。そんなんやったら、あ、危ねえ、処理しないといけないかなとは思いますけど。雲とかね、ちっちゃい雲。まあ、家雲やばいやばい。やばいやばい、マジで。落ちない方がいいから。まあ、当たり前なんですけど。結構終盤、溶岩ギリギリになってきますからね。本当に、ノーミスぐらいで、行きたいんですよ。そう、家雲とかはね、結構無視しちゃいます。なんか、雲って、結構見てたらね、なんか。あ！待って待って待って。やばいやばいやばい。なんで？ミスりすぎ。もちろんでかい、タランチュラみたいなのが家におったら、全然、マジで駆除したいんですけど。家雲みたいな、もうめっちゃちっちゃい。やつやったら、結構見てたら、なんかかわいいなとか思うんですよね。怖っ！アップでまたミスるかと思った。なんかあそこ下手やな、今日。なんか、人間という雲より、そいつ自身よりだいぶでかい動物がさ、じーっと見てんのに、なんかぼーっとこう、のんびりこう顔の掃除してんのかな？なんか触覚みたいな、ヒュン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 とかやってんの見たら、のんきやな、こいつ、と思って。で、まあ、雲って液中って言うじゃないですか。まあ、もちろん、害虫になる雲もいると思うんですけど、まあ、家雲ぐらいだったら全然、なんか、そんなに迷惑でもないし、おるなーみたいな、ほったらかすんですけど。まあ、液中って言われるしね、そうそうそう。雲がおったらゴキブリ出ないみたいなことも言われたりしますし、ほったらかすんですけど。まあ、でも、あ、なんか、地域によっては、足高雲、まあ、足高雲も相当、液中らしいですけど、特に、足高雲が特に、ゴキブリを食ってくれるのか。うん。まあ、液中って言われても、さすがに見たことありますか？知ってます？足高雲。まあ、結構名前有名なんで、どうなの？みんな知ってるのかなと思いますけど、クソでかいんですよね。もうクソでかい。掛け時計、なんか部屋の壁にかける掛け時計かってぐらいでかいんですよ。大きさで言えばね。そんな、足が、あっぷね、針が8本もある時計ないんで、形が時計みたいなわけではないんですけど、全然。ん？針が8本ある時計は雲みたいな時計やな、それは。時計みたいな雲じゃなくて。いや、まあいいね。何を訂正して、意味のわからん訂正してますけど、あんなんが出たら、ちょっと、知らない方は、Google とかで、画像検索とか、ちょっとしてみてほしいんですけど、そんなんが出たら、さすがに、めっちゃ嫌ですけど、クソでかい。クソでかいし、動きもね、結構早いんですよね、でかいのに。すごい、ちょっと気持ち悪いんですね。ゴキブリより嫌かなって思うんですけど、僕は。ゴキブリ食うから液中って、言われてるか知らんけど、足高雲が出るのも、ずいぶん、こう、気分的には害なんですけどって感じなんですけど。そんなんが出たらさすがに ほっとかれへん気はしますね。人間には何もしてこないみたいだから、その、なんか、まあまあ、ほっといてもいいのかもしれないけど、まあまあ、見た目がきついな。見た目がきつい。さすがに。さすがに見た目がきつい。でも一回見たことあるんですよね。こんなとこにおんのみたいな。結構田舎で出るみたいなんですけど、足高雲っていうのは。僕の住んでるところは、そんな足高雲が出るほどの田舎では
ないし、ないんですけど、まあまあまあ、その足高くも見たことあんのも全然違う場所なんですけどね。違う場所なんですけど、まあそこも結構普通に街、住宅街みたいな、結構建物だらけで、全然その自然豊かな場所とかじゃないのに、おったんですね、外に。やば、こんなでかい雲初めて見た、みたいな。その時も、めっちゃでかい雲のくせに、シャカ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 って動いてて、めちゃくちゃ気持ち悪かったんで、あれが家に、家の壁に張り付いて出てくる地域とかもあるみたいですけども、めっちゃ住みたくないなと思って、はい。絶対都会、都会に住みたい。虫のいない都会。なんか田舎って結構、そののどかで、いい雰囲気みたいな、ありますけど、いやー、住みたくないな。虫がおるっていうのがまず大きな原点ポイントですね。あとまあ、田舎はろくな病院がないっていうのも住みたくないですよね。うん。やっぱり優秀なお医者さんは都会に行くと思うんですよ。うん。まあ、私は今、ちょっと実家暮らしなんですけどね。社会人を一旦辞めて、学生に一旦戻っているんですけど、さすがに、家賃払いながら学費を払えないっていうことで、また実家に戻って暮らしているんですが、何の話だっけ？あ、そうそう。まあ、ずっと実家暮らしだったんですけど、ちっちゃい頃から。社会人になるまでは。で、社会人になった時に、一回大阪住んだんですね。さすがに毎日、長時間電車かけて、会社まで通うのは、しんどいということで、一人暮らしをしてたんですけど、まあその、大阪に住んで、驚きましたね、病院の充実度に。しかも、優しいお医者さんの多い多い。まあ別に実家のある場所もですね、そんなクソ田舎ってわけではないんですけど、まあやっぱ大阪とかに比べたらね、さすがに、都会とは言い難いぐらいの感じなんですけど、うん。もちろんいいお医者さんもありますよ。ありますけど、なんかすごい遠かったり、まああと、その、何かって色々あるじゃないですか、その行きたいカーが。このカーのいいお医者さんおらんねんな、みたいな。ことに陥るんですね。で、なんか、偉そうな医者に、ストレスを溜めるっていうことに なりがちなんですけど、もう都会に行ったらそんな偉そうな医者はね、駆逐されてるんですよね。どこ行けばいいんだ、これ。あっちか。これ行ける？ちょっとマグマに追いつかれる気がするな。どこに戻るの、これ。ちょっと一回飛んでみよう。ああ、あっこか。ちょっと怖いな。ここ乗るか。いやー、やばい。さすがに落ちすぎやと思う、今回。何度も言う、まあ、さっきも言いましたけども、後半、終盤ですね、マグマが結構ギリになるんですよね。ノーミスで進んでも。もちろん RTA みたいなショートカットを連発すればそんなことはないと思うんですけど、まあ私そこまで、あ、やばいこれ。あ、いけた。そこまで、ショートカット知らないし、そんなやり込んでるわけではない。ので、まあ RTA みたいなプレイができてるわけではないので、ノーマルプレイでやるんですけど、ノーマルプレイでミスなしでいってもかなりギリになるんですよね。怖いなぁ。ちょっと追いつかれるかもしれないなぁ。でもちょっと諦めずに行こうと思います。追いつかれないと信じて。これ左から乗らないと反応せんのかなぁ。なんか、右から乗ると、動かないですね、これ。見た目は同じ高さに足場がなってるけど、この荷台みたいなところが。プログラム的には左が上ってことになってるんかもしれない。見た目は同じ高さ。頭脳は左が上って感じですね。
江戸川コナン。は？これが編集できる動画やったらカットしてるんですけどね。たまにこういうことになってしまいますね、うん、本当に収集のつかない、どうしようもない感じね。はい、引っ込んで出たら行きましょう。引っ込んで出たら行きましょう。さっきのはちょっとなかったことにして。いやマジで追いつかれそうで怖いな。こんなミスって、上まで来てることって今までないんですよね。ちょっともうなんか尻も積もれば理論で、ちょっとでも急ぎ目に、ちょっとでも急ぎ目にやっていきましょう。はい。いや、回すもな、地味に嫌なんよな。先日ですね、まあこの、チェーンドトギャザーの動画で、ここ緑のところに飛べ、いきなり飛べないんですかっていうコメントをいただいたんですが、ちょっとさすがに、あ、飛べそうやな、とはならんかったな、これ。今見た感じ。飛べそうやなってならんかったんで普通に行きます。まあ結構ここはねショートカット結構できるんで、こういう感じで用意した道じゃないけど、まあ、なんか短縮していけるんで、まあまあいいでしょう。いやーマグマ追いつきそうで怖えな。もうこれ以上ミスできひんぞ。いや本当にもうね、クリアしたいんです、私は。ちょっともうどういう順番で動画を上げているかわかんないですけど、もう頂上付近で、頂上付近と言ってもいいような場所で、3回ぐらい落ちてるんですよね、すでに。ちょっとそれ全部公開するか、ちょっと迷いどころやなって今思ってるところなんですけど、さすがに長い動画何本あげんねんみたいな気もするんで、ただやっぱりこの苦しみを私は味わっているということを共有したい感はありますけどね。ちょっと知ってほしい感はありますけど、こんな何回も私は頂上まで来てミスっているというその背景だけは知ってほしいんですけど、まあ、ここは全然頂上付近じゃないですよ。こんなんじゃなくて、もっと本当に、もう左上に進行状態がね、出てるんですけど、まあ、何メートルっていう表記とか、その下に、なんか温度計みたいなの出てますよね。長い棒。あの棒の長さが、ステージ全長とすると、液ダメ、温度計でいう液ダメみたいな、ふっくら膨れている部分、あそこが僕のいる高さなんですよね。で、赤いのが、まあ、溶岩なんですけど、あの丸がですね、まあ、ほとんどもう、一番上にあるようなところまで登っておいて、そこでミスるみたいな。まあ、よくあるんですよ、これが。よくあるっていうか、それがもう3回起こってます、すでに。この動画を撮ってる時点で。今日が4回目にならず、クリアできることを本当に祈ってるんですけど、私は。クリアできると信じたいんですけど、あっクレーンが遠いですね。クレーン早く来てほしいな。はい、ということで行きましょう。もうこれも十何回目ですからね。まあ毎日毎日長い動画もきついかなと思うので、見る方も毎日毎日1時間とかの動画プレミア公開してたらさ、ちょっと結構どうせ落ちる動画やのに、そんな毎回1時間も見ていただくのちょっと忍びないなって思うんですよね。と言いつつ全部公開してるかもしれませんけど、そうしないと毎日更新がなんか滞るとかなったら、それは上げざるを得ないなと思うんですけど、うん、毎日更新と言いつつ、なんかそういういつも毎晩8時にねプレミア公開って形にしてますけども、
その時間帯になんか別の用事があるとき、別の配信の予定とかあるときは、まあなしにしてるんですけど、さすがに。怖っ。まじ、そんなしょうもないことで落ちてたら、ね、殴られる。殴られるわ、視聴者に。あ、どういう使ったしたんだ、お前ボコーってきますよね、皆さん。うん。だから、こういう見せ方だけはちょっとしないようにしたいなと思います。はい。ちょっと今、LINE を確認しました。そんなに急いで返さなくてもいいラインでした。急いで返さないといけないラインなんかなかなかないですけどね。はい。何の話だっけ？ LINE 見たせいで何の話したか忘れました。視聴者に殴られる話ですかね。その前の話が思い出したんですけど、僕は。なんかプレミア公開についてか。そうそう、長い動画ばっかやったら、まあ、疲れるかなと思って、ちょくちょくこう、まあ、基本的にもう頂上付近まで行っているというやつが、序盤で落ちる動画って、なんか、いらんかなーっていう気はするんです。まあ、でも落ちるときは落ちるんでね。それに1日もほぼ1回ぐらいしか、まあ、1回ではないけど、まあ、めっちゃ初めの方で落ちたらもう1回撮りますけど、そのめっちゃ初めの方で、落ちる動画なーみたいな。今更いるかみたいな。気もするんですけど、まあ、毎日毎日長いとしんどいかなと思うので、たまにこう、たまには挟んでもいいかと。まあ、本当にそういう、まあ、記録動画でもありますからね。ちょっとさっきの上下する足は焦りすぎたな。怖かった。崖つかまりになった時、なんか、淡々と喋ってるふりしてましたけど、僕の心臓は縮み上がっていました。いやー、でもちょっとその辺急いでいかないと怖いもんね。あんまり、ゆっくりしてるのも怖い。今回は、ちょっとミスが重なっているので、よく助かってますよね。基本的にやっぱミスイコール、溶岩、だと思いながらやっているので、こんだけミスってんのに救われてるのは、割と幸運。ある意味では、クリアへの機運が高まっているのかもしれない。お前何ミ、もう、このチェインドットギャザーの神がさ、お前何そんなミスしたの、助けたらもう今回はクリアしろっていう、神からのおぼし飯なのかもしれないですよね。チェインドットギャザーの神からの。これ端っこ歩けるやん。端っこ歩けることを発見しました。これ左一旦で行きますもんね。はい。左に2回連続この岩を振ってこないんで。はい。いいですね。いいよ。岩の順番は結構いい。岩の順番が結構いいわ。岩の振ってき方が結構いいわ。よくないな。邪魔やな。はい。ああ。まあ、これは結構いいわ。なんか言うね。しょうもない。なんか言うね、しょうもない。ほんま。こんなこと言っとったら、視聴者に殴られるで。暴力的な視聴者しかおらへんねやから。あ、ごめんなさい、嘘です。勝手に視聴者のことを悪く言いました。はい。暴力的な視聴者なんて見たことありません。完全に嘘です。うん。僕の言っていることは基本的に嘘だと思って聞いてください。適当に喋っているだけなんで。ゲーム実況なんていうのはそういうもんです。そういうもんと思って見てほしいですね。はい、はい、はい。あぶね、ヒン、オッケー。ヒン、うまー、みたいな。ヒン、うまー、みたいな。ほら、適当に喋ってるでしょ？このノリなんですよ。この、ヒヒン、うまー、とかと、同じです。さっきの。暴力的な視聴者しかいないっていうの。ヒヒン、うまー、って言ってるのと同じです。それが意味のないものとしてですね、聞いといてください。そういう感じで見ていただけると、ありがたいです。お腹が空きました。私はですね、結構このチェインドトギャザー、朝起きてすぐ撮ることが多いんですけども、まあ今日も、割と朝起きてすぐ、
まあね、あの目がシャキッとしていて集中力も結構あってみたいな時に撮らないと結構ミスってしまうので、意味もなく、なんかしょうもないミスを連発してしまうので、してしまうので、そういうのを避けるために、こう朝のシャキッとしてた時に撮るようにしてるんですけど、さすがにこれ一発で行くの見えへんな、足場が。よし、またロスった。今日はですね、朝飯も食わずに撮ってます。しかもですね、まあ私、まあちょっと最近ダイエットをしていましてですね、ちょっとさすがになんかお腹が出てきすぎたんで、うん、なんか忘れてたんですけど、社会人の時もあれ、お腹ちょっと出てきたかなと思ったら、晩飯減らすっていうことをやってたのを思い出してですね、晩飯をですね、まあ減らしてるんです。あの炭水化物食わんとか、夜は。まあ晩飯って別に食わんでもなんか健康的にすごい問題があるとかではないみたいなんで、全然食わなくても大丈夫なみたいなんで、まあ減らしてるんですけど、まあ昨日はですね、食ってないんですね、晩飯を。まあ食わなくても別に大丈夫。まあ昼めっちゃ食ったからっていうのもありますけどね、昼が多かったからっていうのもあるんですけど、そう、まあ、晩飯食ってなくて、でその次の日の朝起きて、朝飯食わずにこの動画撮ってるんですね。結構お腹がペコペコなんですよ。うん、でもこれ頂上まで仮に登れたとしても、まあ登れなかったとしても、頂上付近まで行ったらだいたい1時間20分ぐらいはかかります、どうしてもね。でもここで42分、ここで42分か。うん。まあ今半分ちょい過ぎたぐらいですね。42分。左上見てもらったら大体わかると思うんですけど。まあでも、回数重ねてる分、ちょっと、なんか、初回ってこの辺に来た時より早くなっているような気はするな。だからなんやかんや、めっちゃ落ちてるけど、間に合うかもしれん。間に合うかもしれません。知らんけど、てかもう、ここまで来てやっている以上、間に合うと信じてやるしかないんですけど。ね。あ、もうこんな落ちたら間に合わんわ！だって急にやめ出したら意味わかんないでしょ。で、溶岩が迫ってくるのがこの次、この辺りから溶岩が急に迫ってくるんですよね。それがめっちゃ怖いんですよね。うん、どうなるでしょうか、果たしてこのエリアを無事に抜けられるか。まあまあまあ、このエリアは無事に、さすがにこのエリアで溶岩が追いついてくるってことはまだないと思う。まあ、このエリアね、同じような高さってのエリアをすごい歩かされるんですよね。だからその間に溶岩が上がってきて結構ギリギリになっちゃうんですよね。一気に溶岩との距離が縮まるんですよね、この辺で。なんなら一回下にこう降りさせられますからね、これ。ほらで、溶岩のブクブクした音がこう聞こえるっていう。まあまだ結構距離あるか。タン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 、ここよし。あれは左側から行っといたら、多少プロペラに当たっても上に弾かれるだけなんで、結構大丈夫です。うん。左から行くっていうのが大事。で、プロペラを回す。回して。回れ、メリーゴーラン。ティリティリリ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 リ。似てるね、お前くらいの。みんな今、心の中で、ララララーラーさーって言ったでしょ。心の中だけで歌わせました。皆様の。僕は歌いません。はい。一番気持ちいいところは心の中で。保管してください。よし。なんやかんや、そんなギリじゃないな、まだ。いやでも、
もっと後半なんよな。もっとギリになんの。マジで結構やばいかもしれん。ほんまのギリギリになるかも。めっちゃ怖いですね。そんなギリギリになったら、ちょっと精神的にも焦りが出てですね。しょうもねえミスで、しょうもねえミスをこう誘発されそうで怖いですよね。うん、今左から行ってたら死んでた。うん、まだ溶岩が近くないからあんまり緊張はしてない。もう最初この辺に来た時点でだいぶ緊張してたんですけど、その4回目なんで、まだ結構落ち着いてる。慣れが出てきてる。いや、まあ結構動画的にはね、動画的にはね、この辺からもうハラハラしてる方がいいと思うんですけどね。ちょっと見慣れてしまいましたね、ちょっと。この辺の景色も。やめて、やめて。そんなバグ、そういうバグで落ちるのが一番ないからな。もう動かないようにしましょう。動くギミックの上で、ちょろちょろ動くとこういうバグを引き起こすことがあるんで。うん、一回の途中でタイヤを登るところがあったの皆さん覚えてますでしょうか。割とさらっと今回行ってしまったので、ちょっと覚えてない方もいるかもしれませんが、まあ、チェインドトギャザーのステージをちゃんと覚えてる方なら覚えてると思う、うん、毎回チェインドトギャザーを見てくれてる方とかなら、まあ、ああそこねって感じになると思うんですが、タイヤがね、タイヤの形した足場がどんどん上に登っていくんですけど、タイヤが転がるような動きしながら上にこうどんどんこう高度を稼いでくれるんですね。ですけどその足場が横に動くもんで、自分も横に動かないといけないっていうギミックがあるんですけど、動くギミックの上で動かないといけないギミックなんですけど、トゥントゥン、はい、トゥントゥン、はい、それで一回吹っ飛ばされて下に落ちたことがあってですね。まあ、溶岩には飲まれなかったものの、足場が広かったから。そんなんでタイムロスしたことが一回あるんですよね。本当にひどいんで、そんなことになったら。溶岩に落ちなければまだ100歩譲って許せるけれども。それで溶岩に落ちて、ゲームオーバーとか言われたら、たまったもんじゃないですよね。だからそういうのを引かないためにも、動くギミックの、動く足場の上で動かない。これは徹底していきましょう。徹底徹底することを決めました。徹底ーん、ちょっとあんま上手くないな。徹底れーみたいな。徹底れーみたいなノリで徹底ーんって言ってるんですけど、そういう効果音で徹底ーとは言わないな。徹底れーやな。徹底れー。徹底しました。徹底れー。あんま、だから、かかりきってないですね。ここも編集でカットしたいような話になりました。はい。はい。あ、なんか、あの建物の屋根の上乗ってるの黄金のうんちみたいですね。ほら、見てください、あれ。黄金のうんちっぽい。僕も黄金のうんちしたいな。皆さんも黄金のうんちしたいですよね。何食ったら黄金のうんち出ると思いますか？僕は一つだけ思い当たる食材が、あるんですけど、ないです。はい。金箔とかかな？金箔。金箔。まあ今この状況も結構緊迫した状況なんですけどね。マグマがいつ追いついてくるかわからないという、緊迫した状況の中、まあ金箔食えば黄金のうんちが出るんじゃないかっていう話で、今大盛り上がりの、ところでございます。私ほんでもほんまに大量に金箔食ったら黄金のうんち出るんじゃない。金箔ってだって消化されないでしょ。知らんけど、知らんけどね。いや知らんな。うん、金箔なんかちょっとだけ
料理のこう飾りとして金箔ちょろっと乗ってることあるじゃないですか。そういうのを食った時に、じゃあ果たしてうんこに金箔が混じっているのかっていうと、ちょっと確認したことはないんですけど、でも金ですからね、あれは。しかもうんこが黄金になるぐらい金箔を食って大丈夫なのかっていう、そこの心配もありますね。金属ですからね。うん、一応金箔ちょろっと乗ってるぐらいやったらまあ大丈夫やから使われてて、こうまあ普通に食われたりもしてる、まあ、普通にってそんなね、非常に高級なお高級な料理ですけどね、金箔が上にかかってるなんて。まあだからすごいたまにしか食わないものだとは思いますけど、その日常的に金箔食ってる人はなかなかいないと思いますけど、まあ、そんぐらいやったら大丈夫と、まあ、されとるわけですよね。大量に食ったらやばそうよな。シュンシュシュン、危ない。まああれはだからそうです。左から行っときゃ大丈夫なんですよ、ああいうプロペラはね。上に乗る分には問題なしなんで。さて、さあプロペラ回していきましょう。いやー、お腹すいた。お腹すいた。この、でも俺は、朝起きて朝飯も食わず、チェンドトゥギャザーをやるぐらい、それで、そうしてまでもクリアしたいぐらいの、このハングリー精神。それを表しているかのような空腹ですよね。うん。ハングリーに来ていった方が、なんかいろいろできそうでいいじゃないですか。適当に喋ってるな。ハングリーに来ていった方が、ハングリー精神を大事にするっていうのはまあいいかもしれないけど、普通にいいことかもしれないけど、ハングリーに来ていた方がね、なんかいろいろできそうじゃないですか。適当やな。適当に喋ってるな。自分でも自分の喋りの適当さに笑ってしまう時がたまにあるんですけどね。うん、まあ、特にもう記憶の薄れた自分の過去のまあなんか実況動画とか配信とかなんかの表紙で見ると、そういうの巡り合うときありますね。こいつ適当に喋りすぎやろみたいな。もう何がかは覚えてないんですけど、例えばどんなんがあったとか、例示できるかって言ったらできないんですけど、覚えてないんでね。うん、そんな大した話してるわけじゃないから、やっぱり。そういうときって。はい、ここは足場が出てくるところね。よし。ここさ、もう初めからこれ壺いけるやろと思って、その初回4人でプレイした時から、あそこいきなり壺に行くっていう、まあ、一応ショートカットなんのかな。一応なんか他の道があるんですよね。こっち行ってくださいみたいな。一応その他のルートをカットしてるわけなんですけど、やっぱラバモード、まあ、溶岩が登ってくるっていうこのモード、その道、用意されてる、その、僕が通ってない道を通ったとしても、クリアできるような、実感設定には、されてるとは思うんですね。うん。さすがに用意されてる道を愚直に行ったらクリアできませんなんていうのは、結構ひどい難易度設定だと思うんですよ。ショートカット必須みたいな。いや、どうかな?あれぐらいは必須でも、別に、ひどくはないか。ひどかないかと思うんですけど、まあその用意されてる道全部使って行ってもクリアできるぐらいの時間設定にされてんじゃないかなと思うんですよね。そう思ったらさっきのところでマグマ一応ちょっと引き離したっていうことにはしてほしい。そう考えたい。 OK。 いやー来ましたね、結構また今回も上に。いやー、クリアしてえな。本当にクリアしたい。もうマジで、マジ。もうマジ。今、いつもマジなんですけど、もう本当に、ここまで来て、落ちて美味しいとか、
全然考えたこともないんですけど、マジで、マジでマジで。マジでクリアしたい。俺はマジでクリアしたいんですよ。わかります？氷、氷。火、火、あと交互ね。交互脳みそ戦争。前も言ったな、これ。交互、交互って聞くと、交互脳みそ戦争って思っちゃうよな。うん。交互農民戦争がなんで起こった戦争なのかとか、どういう戦争なのかとか、全く覚えてないんですけどね。言葉だけ覚えている。僕は、社会科が全般的に非常に不得意でですね。うん。地理も歴史も非常に不得意でした。まあ、不得意ながら、まあ義務教育の分は頑張ったんですけどね。あとまあ高校では地理をですね、私はやって、まあ地理をセンター試験で使うためにやってたんですけど、まあ地理な、めっちゃ苦手やったな。つまで立っても覚えられへん。何にも。めっちゃ苦手やったから一番、社会科はね、多分僕、その受験勉強とかテスト勉強とか、最も時間をかけてるんですよ。本当にできないから。苦手やから。スッと覚えてて、なんか当たり前みたいに、社会科の問題解く人いるじゃないですか。もうこんなん、勉強っていうか、常識やんとか言いながら、え、何がみたいな。常識じゃないけど、って僕は言いたいんですよね。シュン。はい。方向音痴でもありますよ、私。いや、これあそこまで一気に届きそうな気もすんねんな。でもいきなり、もうここまで来てそんなチャレンジングなことできないよね。まあ、これちょっと怖いから、カットできたら結構安心なんですけど。さあ、ザ・ディーティーズです。ザ・ディーティーズ。本当にディーティーズと読むのかどうかはちょっと怪しいです。DEI で D って読むんかな？でも、デイもおかしいよな。なんかローマ字すぎるよな。デイティーズ。まあまあ、でもデイティーズでも別に、あ、そうなんやってなるな。うん。デイティーズとはならんな。怖っ。もうなんかもう怖い。やだー。本当にミスりたくない。本当にミスりたくない。もうマジでクリアしたい。もうマジでクリアしたいよ、俺は。このチェインドトギャザーラバモードから、もうクリアしたいっていう気持ちが、なんか純粋なこう、クリアしたいなっていう気持ちはですね、結構もう、50% ぐらい。まあ、やり始めはさ、おもろそうやん、ラバモード。クリアしたるわって、こう、まあ、クリアしたいっていう気持ち 100% でやるじゃないですか。もう今、早くクリアして、終わりたいっていう、早く解放されたいっていう気持ちが結構、芽生えてきてるわけですね。うん。いやー、もうねー、お腹空いたよねー。何より。まあ、クリアできなくても落ちても、朝ごはんは食えるんですけど、やっぱり、クリアして食う朝飯？そっちの方がうまいに決まってるじゃないですか。こんな朝飯の話ばっかしてさ、プレミア公開してる時は、夜なんですけどね、もう9時ですね。うん。ちょうど9時ぐらいなんじゃないでしょうか、今。ゲーム内タイムが59分。で、59分ですけど、プレミア公開の時は、カウントダウンが入りますからね。カウントダウン TV! Here we go! 1分のカウントダウンが入るわけなんで、ちょうど9時ぐらいじゃないですか？ああ。9時ぐらいに皆さん、まあ、プレミア公開で見てる人はですけど、後からね、普通に動画として見てる方は、時間関係なく見れるんですけど、あ、これ折り紙で手裏剣作る時の半分のやつですね。この2つを組み合わせれば、手裏剣になるっていうやつですよね。
そう、夜中じゃないな、夜の9時にプレミア公開で見てる方は、あの、僕の朝ごはん食えるかどうか見ていただいてありがとうございます。ちょっともう1時間もね、まあ、皆さんをこう待たせているわけなんで待たせているっていうかね、 ずっと釘付けで見ている人っていうのは果たしているのかどうか私は分かりませんけども、まあ、結構とりあえずつけるだけつけて耳だけ聞いてるみたいな聞き方、そういう見方をしてくれてるといいなっていう僕の理想です。それがただまあね、やっぱこの動画の特性上、まあ、いつ落ちるかわからないじゃないですか。いつ終わるかわからないっていうので、落ちる瞬間を生で見たいと思ってくれてる人は結構ちゃんと見てくれてるかもね。うん、まあ、そういう方のためにも、そういう方は1時間ぐらいこう、もし仮にいたら1時間ぐらいこう見てくれてるということになります。うん、その方たちをがっかりさせないためにもですね、もう今回で登り切りましょう。うん、あと僕のためにもね、うん、もうこれ朝起きていきなりチェーンドトゥギャザーやるっていう生活、しかももう上まで来たら1時間ぐらい取られるからね、朝の時間を。仕掛けつかまりです、これね。崖つかまりを狙ってます。だからちょっとね、見てる分には怖いかもしれませんが、私は結構安心してます。うん、オッケー。さあ、溶岩の音が聞こえてきますね、グツグツと。この音やばいんよな。この音で結構ね、精神えぐられるんですよね。すげえドキドキしちゃう、この音が聞こえると。いやー、でも今回な、結構そのミスが重なってるからな、本当に間に合うかどうかが心配。溶岩が、ちょっとずれてるよラインが。よし、無事。いや、でもあんま変わらんな、いつもと。あんまこの辺の景色はいつもと変わらんな。全然いけるかも。大丈夫かもね。うん、この辺、うん、なんかいつもより近いっていう感じがするかっていうと、そうでもないね。そうでもない。いつもと見た目はあんま変わらん。さあ、ゴール地点が見えてきました。あの黄金に輝いているのがゴール地点になります。あそこ目指してね、行きましょう。クリアしたい、私は本当にクリアしたい。いや、もう本当にクリアしたい。もう終わりたいんだ、私は。チェーンドトゥギャザーラバーモードクリアして、この動画シリーズは完結させたいですね。それが私の思いを簡潔に述べたらそうなります。この感性を使って一気に飛びましょう。うん、ここら辺が一番ギリギリになるあたりです、溶岩が。これはノーミスで来ようが、どっちにしろ結構一番近づいてきます、この辺が、溶岩がね。なので、そういうもんなんです。そういうもんなんですって言いつつ、やっぱり、音のプレッシャーやばい。まあ、ヘッドホンをつけずにやれば、この音のプレッシャーをね、受けずにやれるわけなんですけど、それは違うじゃないですか、やっぱり。音も演出なんですが、演出をすべて享受して、やるのが、チェインドトゥギャザーラバーモード。ゲームを音なしでやるなんて、許されないわけですよね。許されないってことはないけど、まあ、損した気分になるじゃないですか。はい、ここは安全です、安全です。しっかり待ちましょう、変に飛ばしていかずに。
さあカタパルト。うん、あー大丈夫やな、全然いつも通りやな。なんならいつももっとここら辺とかさ、この今乗ってる足場が浸かりかかってるようなイメージなんですけど、なんかそんなにでもない。よし、全然間に合うと思います。行きましょう。マジで頂上を目指しましょう。てっぺん取るべ、てっぺん取るべ。よいしょ、ういういうい。ウィッス。さあ、僕の好きなゾーンです。ここ見た目が好きなんですよね。結構なんかえげつなくてえぐい見た目してて好きなんですよね。これ、この溶岩を下に眺めながらこの謎の水を泳ぐっていう。ちょっとあんま下を泳ぐと下貫通するんで全然危険なので、上の方を泳いでいきましょうね。オッケー。ん？何してんだ？はい。で、この気球に、1、2、3、4、5、6。多分6回でいいです、これは。って言いながらいつも7回踏むんですけどね、なんか不安で。ふぅ、1時間7分か。ということは、プレミア公開で見てる人は9時8分ですね、今ね。いやクリアしたい。クリアしたい。はい。気球で上に持ち上げてくれるので、気球、まあ、単純に上昇するああいうギミックはですね、溶岩からの距離を結構引き離してくれます。ですのでボコボコ音もちょっとちっちゃくなりましたね。とはいえ聞こえはするんですけど。クリアするよ、クリアするよ。本当に集中力上げていこう、集中力上げていこう。もう一回来れてるから大丈夫なんて思ってはいけない。一回どころじゃないからな。一回どころじゃないけど、もう、来たことあるから大丈夫なんて思ってはいけない。ガチで、本当に全部慎重に行こう。まあ、溶岩、あんま慎重に行きすぎたら溶岩が来るよっていうのもあるけど、怖。このね、このプロペラ、この羽回すのも怖いですからね。ちょっともう、つるっと行きそうで。普通のエスカレーターにしといてくれたらな。こんな恐怖を味わうことも。まあでも、バグを引く恐怖はありますけどね。バグで吹っ飛ぶみたいな。よし。オッケー。左から乗る。うん。そうすると一発で動く。もう細かい潮も結構頭に入ってきましたね。ここは意外と余裕です。まあもちろんだからといってのんびりはいかないんですけど。はい、意外と余裕ありますねここね。こんなとこまで、こんなとこ来てまでまた、どんどこどんどこどんどこって言われても、終わっとるっちゅうねん、とうに。僕の昔に、終わっとるっちゅうねん。あんま、舐めやがって人。
ということで、どうも、ポルクです。今回で、クリアします。見といてください。こんな喋り方の人は、クリアするに決まっていますよね、皆さん。はい。ポルクチャンネルをご覧の皆様、どうもこんにちは。ポルクです。はい。今回でクリアさせていただきますね。皆様、刮目ください。刮目ください。刮目せよ。緊張してきたよ。緊張してきた、緊張してきた、緊張してきた。緊張る。この緊張るな気持ちで、ゴキブリを退治したい。まあでも、足高雲がいれば足高雲がいればゴキブリ食ってくれるらしいんで、液中なんでね。まあ液中とはいえどもさ、ちょっと足高雲知らない方は一回まあ、虫苦手な方は気をつけてください。虫苦手な方は気をつけてほしいですけど、まあ、ちょっと見てみたいなと思う方は、調べてもらったらいいんですけど、クソでかくてですね、クソでかいくせに、動きが結構機敏なんですよね。あれが気持ち悪いんですよね。ゴキブリを食うから液中って言われても、白髪雲が家に出るっていう、もうそれはかなり精神的に害なんですよね。果たして本当に液中と呼んでいいのか、私は疑問なんですけども。いや、緊張してきて、心拍が上がっていく。上がっていくのを感じる。心拍もこう上がってきたら、なんか心拍が上がると血流が良くなって体温上がってきそうですよね。この後体温を測って、もし高熱やったら X にポストしようかな。もうしんどいって書いて、は？あれ？違う？やっぱ全然違うやん。全然ってこともないか。はい。若干のタイムロス。本当にクリアしたい。クリアしたすぎる。クリアしたすぎる。マジで。ミスんなよ。ミスんなよ、絶対に。絶対に。成功させようね。絶対に成功させようね。ヨネダ2000のネタですね。はい。M1 グランプリ。いつの M1 やったかな。ちょっと何年か忘れましたけど、やってました。このネタを。どっこいしょー、どっこいしょー、どっこいしょー、どっこいしょー。餅つくネタですね、餅つき。餅つくやるネタですね。餅つきをやるネタです。はい。慎重、慎重。全集中で。行ってきましょう。いやー、何してんねん、マジで。ほんま意味わからん。